おはようございます。おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂上五郎です。カムイの日浦です。よろしくお願いします。この番組は、様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために発信している番組でございます。はい。ということで、はい、今日はですね、4月の2日でございます。4月入りました。はい、はい、ね、早いね。もうだって、もう3ヶ月終わったんですよね。えびっくりするよ、ね、4分の1終わってるんですよ。もう桜満開ですやん。ほんまにえらいことですよ。はい、はい。ということで、この日はどんな日なんでしょうか。はい、あゆみのこの日なんて日になる日です。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今日4月2日は CO2 削減の日となっております。4月2日がなんで CO2 なんですか。語呂合わせで CO2 ゼロ で、ね、で2です。はい、いただいておりまして、はい、まあ、身近なところから CO2 の削減に取り組もうと、はい、静岡県のところが制定いたしました。静岡県の、はい、浜松市の、はい、会社さんがね、会社で自動車の修理においてリサイクル部品を使用することは、なるほど、自動車業界か。そうですね、新品を使用するよりも最大の CO2 の排出の軽減がされることをアピールすることが目的で作られているそうです。なるほどね。あの東海地方というか、あの浜松とか、ね、あっちの方はあの車とかヤマハとかもあるしね、あの車関係、ね、部品関係すごい多いですからね。はいはい、なるほど。はい、もう一つ、はいはい、500円札発行記念日です。はい、1951年昭和26年の4月2日に、はい、政治家岩倉具視の肖像の、はい、500円札が日本銀行より発行されました、うん、はい、という人になっております。使ってたよね俺ら、500円札でしたから ね、はい、そうそうそう、僕らはもう本当に500円札500円持ってって、なんか100円のもん買ったら400円返ってくるっていうね。そうです、ね、そうです、ね、そういう話。500円札のまま突然できましたからね。そう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 、そうそう、100円札では返ってけへんよ。もっと前もっと前もっと前、俺らはもうだからね、使ったこと、いや見たことあるけど、ありますね、僕ありますよ、見たことはあるけど使ってはないような気が、まあ使っ、なんかまだ使えるでみたいな感じで使う、うん、そうそうそう、使えるで、うん、なんか でもまだ使えるんですよね。いや、そうそうそう、500円札も100円札も、はい、なんならまあ2000円札もそうやけど、うん、あの使えますよ、使える使える使える、ちゃんと、ただえって思われますよね。そうですよね、本物かどうかの確認ができへん。たまに500円の硬貨で違うやつとかあったり、はい、あれさ、ほんま腹立つね、あの、うん、古い500円玉さ、うん、あの入れるやんか、使われへんやつちょろんつで出てくんねん。あ、そんなんあんねや。そう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 、自販機とかに入れたら500円玉入れてんのに出てきよんねん。はいはいはい、そのままスルーされんねやんか。うん、ちょっと待ってって、500円今また変わったじゃないですか。変わった、ね、あれ使え、あの変わったやつは古い機械で使えへん可能性がある。ああ、なるほどね。そうそうそう、だから対応してないと使えない場合がある。もう一種類しか対応してなかったらそれしか使えない。ね、今んとこね、あの何年以降の500円玉に対応してるみたいなやり方にはなってると思いますけど、一番初期のやつは使えないのがあるんですよ。もうほんまに、ね、あれは腹立つ。何回入れてもちょろに何回入れてもちょろに、この思いっきり勢い入れよく入れたら入るんちゃうかなと思ってガーンとか入れんだけど全然落ちてくる、ね、なかなか手ごわい。前も話したんですけど、500円玉って一番最初出た時って、うん、裏表が、はい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 、同じか、はいはいはい、横に横あるでしょ、サイド、そうそう、日本日本日本って書いてあったんですけど、それの上下が決まってなかった。そうそう、だから両方あるのね。そうそうそう、両方ね、裏表が両方あるんです。そうそうそう、あの500円って書いてある面が上になってる時もあれば、あの裏 の、 あの柄の方が上になってる場合もあるんですね。そう、一番最初決まってなかった、はい、すいません、あの500円札の話なのに500円玉で盛り上がっております。はい、はい、はい、ということですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。はい、ということで、まあまあ、いろんな記念日がね、はい、あるんですけれども、はい、4月も頑張っていこうという感じでございます。はい、はい、でですね、はい、このプレゼンありかなしか、はい、はい、今日も、挑戦者来ております。はい、はい、なんとですね、今日はですね、はい、最年少挑戦者、最年少、そうそうそう、最年少、最年少、はい、若い、ね、若い、若いよ、はいはいはい、ちょっと若いですよ、はい、10代です、はい、10代です、はい、
10歳とかじゃないですか。いや違う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 、はい、もうちょっと上ですね、はい、17歳ですね、はい、はい、あの名前の一番最後に17歳になりましたみたいなのついてますからね。あ、なるほど。はい、はい、ということで、今日の挑戦者ですね、さくら若菜さんと、川本隆弘監督です。よろしくお願いします。はい、はい、ということで、おはようございます。はい、よろしくお願いします。はい、ということでですね、さくら若菜さん久しぶり、まあ、で前も一回 ね、 そうですね、来てもらいましたね。はい、はい、何これこれ見たことあるそうそう、あのフェイスガード、いただいたんです。俺からマジで、はい、はい、そうそうそう、あの打ち合わせするときにね、ガッチャマンみたいになってるやんかっこいいよね俺もあのガッチャマンのフェイス欲しかった、まあ、そんなことどうでもいいんですけど、はい、ですね、まあ、あの前は、カバーもね、お話の時に来ていただいて、まあ、メインは川本監督でお話ししていただいたんですけど、今日はですね、さくら若菜さんがメインで、はい、お話していただくということなんですが、はい、何の話を今日はしに来ていただいたんでしょうか。はい、今日は私が、はい、あの主演させていただく、はい、短編映画の紹介をさせていただきに来ました。はい、はい、そうなんですね。で、漏れなく1名ついてきてはるんですけども、はい、どういう役割で。僕はね、はい、今回ね、はい、あの監督ではないんですよ。はい、はい、あのプロデューサーで、プロデューサーで、はい、はい、あのスポンサーです。はい、はい、はい、プロデューサーでスポンサーが、監督は誰なの？俺が監督じゃなかったら、はい、監督は日浦監督。はい、ということで、はい、何やこの前もうこのね、あの予定調和ですね。はい、はい、ということで、実はこの3人で、作るということで、来ておりますので、まあメインはね、若菜ちゃんが、主演ということなので、お話ししていただこうということで、座っていただいてますんで、頑張っていただきたいと思います。はい、じゃあ、まずは判定員の皆さんよろしくお願いします。並んで後ろにまた3人座って6人おんねんね、これね、はい、なかなか密ですね。はい、はい、はい、準備はよろしいでしょうか。お時間の準備はよろしいですか。はい、くる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 回すの必死で時間の準備忘れて、はい、大丈夫ですか。はい、はい、それではいきたいと思います。このプレゼンありかなしか、スタート。はい、はい、まずは、うん、まあまあはい、まあ今日も人やけど、おうおうおう、とりあえず、はい、ちょっと僕ら話そうかな。なあ、その方が。ダダガリやしよ。まずね、うん、これはまあ短編画なんですけど。はい、短編です。うん、まあまあ、さくら若菜を主演にしたのは、はい、まあ、カバー、はい、2019年撮影、はい、でも2022年、そうね、3年間かな。3年経ってる、うん、実践から遠のいてるっていうのも、うんうん、まずあって、うん、まあ、ワークショップでもええかなっていう、はいはいはい、そういうのもあって、いろんな監督に来てもらって、はい、まあ、そういうのも、こういろいろ教えてもらったらええんちゃうかなっていうので考えてたんやけど、うん、まあ、あのワークショップよりも実践の方がいいかなってことで、うん、でカバーでほら監督してるから、うん、同じ演出家でやってもあんまこうね練習ならないから、はいはい、まあ、練習ってもおかしいけど、その、まあ、まあまあまあ、あの勉強ならないし、うん、今回違う監督だと、うん、でも正直いろいろ探してたんですよ、うん、監督も、うん、で、まあ、日浦監督が、はい、こう一番なんていうかな、いい意味でですよ、いい意味で理屈っぽいし、うん、まあ、俺とほらどっちかというと直感というか、はいはいはい、感情でいくタイプやから、うん、こう恐れやんけみたいな感じで終わるタイプやからなぜいいのかもわからないし、日浦監督ほらその辺丁寧にこうやってくるからね、はい、でやってほしいなってもあったらね、うんうんうん、それでワークショップっていうのも、まあ、そういうのも俺がお金出して、うん、もう実践で、うん、で映画制作から、はいはい、今回は、うん、でまあ、彼女も事務所も辞めてきてフリーでね、うん、その時は東京行くんかな、うん、でその時まあ事務所入る、その合間、まあ、なかなかね、こう、そう仕事らしい仕事もなかなかできてない、うん、でまあちょっとカバーでいろいろ劇場回ったりしてて、まあ、それする暇もなかったもんで、うん、まあ、最後にっていうか、東京行く前に、それちょっと実践をさせてあげようということで、まあ、それで、まあ、俺がお金を出して、うん、この映画制作から、だから脚本の段階から、はいね、そうですね。はい、お金集めまではね、そうするじゃないけど、脚本の段階と、あとロケ班とかね、うん、どうやって映画を作られていくのかと、うん、そういうのを体験しながらやってると、こういうその感謝の気持ちもね、う
まあ、役者さんも分かっておいた方がいいと思うし、うんうん、どうやって映画をが作られていくのかっていう家庭も一応勉強してもらおうかなということで若い子にね、それでまあ一からちょっとねなるほどやって、はい、その後もねあの映画出来上がってからも、うん、しっかり回収してもらってから東京に行ってもらいますんで、うん、はいっていう流れで、はい、まあワークショップみたいなもんなんですけど、まあ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 、でも実際お金取って興行、うん、しますんで、うん、これ真剣にやってもらいますよ、うんうん、もちろんそうまあまあだからそうなんですよね、うん、まあ残念ながらその大阪っていうかこの関西ってなかなかね、うん、現場がそんなに多くないというか、そうなんですよね、まあプロダクションに所属しててまあまあそこそこのプロダクションとかやったら割と営業しっかりしてて、なんか NHK やらなんやらとかいろんなところに声かけてとかであるんかもしれないんですけど、うん、なかなかその言ってその現場自体が関西で作られてる現場自体がそんな多くないんで、うんうん、だから勉強の機会ってもなかなか難しいんですよね、うんうん、だからまあ舞台をやるにもなかなか難しい世の中なんで今だから、現場としては本当に新しい現場を自分たちで作って経験するのが一番 ね、うん、確かかなっていうところもあって、うん、まあお話しいただいて僕もお聞きさせていただいたんですけど、はい、いえいえと思います。まあ逆に言うとね僕にしてもねすごいプレッシャーがあって、なんせカバでね、うん、自主制作映画やのに、日刊スポーツ映画大賞で、うん、新人俳優賞の、ね、女優賞にノミネートされてるっていうね、うん、当時15歳ですよ。だからその子の演技が評価されて、でその次の一発目にしかも初主演の映画の監督ですってみたいな感じなのでめっちゃある意味プレッシャーはあるんですけどね、はい、でも何でしょう、僕もやっぱり自分が作って自分がというよりは一緒に作ってその一緒に学んで一緒に成長したいなっていうところもあったので、もう、まあ、今回はですね脚本段階から本当に、うん、ものすごい打ち合わせしながらやらせてもらってる感じですね、うん、はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと本人喋ってないんで挑戦者の本人が全然喋ってない、このままやったら罰つくからさちょっと挑戦者喋ろうか、はい、はい、私は山際ルナっていう役をやらせていただくんですけど、年齢が17歳で今の私と同い年の役をやらせていただいて、内容についてはまだちょっとそこまで触れれないんですけど、うん、はい、なんでいや、まあ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 、まあ、いろんな仕掛けがあるんで、はいはいはい、それで4月の末から撮影にも入るので、うん、はい、それまでこの日浦監督と2週間、はい、くらいのあれでね、2週間大きいくらい、はいはい、でセッション打ち合わせとか、まあ、役作りとかも含めて、いろいろお話しさせていただいてて、でやっとそろそろ見えてくるかなという感じなんですけどこれからもうどんどん頑張っていかないといけないなというふうな作品で、はい、でやっぱり皆さんにこう協力していただいているからこそ私もそれの期待以上に頑張っていこうと思ってるので、たくさんの方に応援していただけたらなっていうふうに思います。そうですね、だから、はい、一人じゃできないんでね映画ってね、うん、だから監督一人でもできないし、で俳優一人でもできないしカメラマンだけでもできないし、ま、もう本当にそれ以外のいろんな人たちが、一緒にその気持ちを一つにして作らないとできないもんなんで、それをねやっぱね一から経験するっていうのはすごくいいことです本当に、うんうん、なんていうかな、呼ばれてカメラの前に立って、うん、演技してさっと帰るだけとかやったら、うん、絶対わからないんで、うんうん、そうじゃなくてどうしてこの、のセリフを言うことになったのかっていう裏側もちゃんと分かってて、そのセリフを言えてる人っていうのはやっぱ演技一つとっても全然違うんでね、うん、そこがちゃんと見えるというか見せられる役者さんになっていただきたいなっていうのはすごくあるんですけどね、はい、まあ、なかなかねそういう経験は多分普通のプロフェッショナルではできないですからね、うん、そうね、うん、まあだからカバとかさあれ、期間中ほらみんなでなんかワイワイなんか本当に学校みたいな雰囲気で、はい、同世代のね役者さんがもう20人30人おるみたいな感じで、うん、そんな中でやってる雰囲気とまた今回違うじゃないですか、うん、すごい少人数でやってる感じなんで、また何やろう、その感じは全然違うと思うんですよね。で逆に言うとね、人数少ないだけそれだけ一人一人がやらなきゃいけないこと多いんで、見せなきゃいけない、芝居なり担ってる役割っていうのがだいぶ違うからね、うん、
だその辺はあの皆さんが見ていただいてどう感じていただくかっていう、この彼女の成長をどう感じていただくかっていうところが今回の作品のあのポイントじゃないかなと思いますけどね。はいはい、あの男性17歳ですから、はい、あのこの17歳のまああのおっさん風に言うたらこのピチピチさをですねどう見せるかっていうのはものすごい大きいポイントかなと思ってますね。はいはい、そんな感じなんですけどね。はい、何分って2分前ね。はいはい、あとね、まあこの映画完成した上映はします。はい、まず最初の一番最初の公開が9月の16、17、18、19、はい、ドラゴン映画祭ね、はいはい、今年まで復活するんで、はいはい、そこでやる予定です。はいはい、本当日浦君が揉めなければ揉めんのかよ揉めんとこ俺は揉める気ないからちなみにね、これ僕が今スポンサーって、うん、プロデューサーって言ってるけど、うん、まあまあ僕大阪活動やからやって、うんうん、はいはい、武田君とかやって、はいはい、カムイエンターテインメント、はい、で、あとほら荒屋敷の寺川さん、はいはい、寺川さん、はい、もうちょっとお金出してくれたな。ああ、はいはいはい、まあ一応、うん、プロデュースっていう形で俺が最終的にもってやってるけど、うんうん、まあこの3社シャーっていうのかな、まあまあ3つの会が合わせて、はい、まあ、その若い子のために、ね、はい、やってくれっていうのでカメラに向かって、はい、俺呼びなさい、ありがとうございますいや、あのちなみにあのこ の, あのチームマテリアルもあの、さ制作協力でね入っていただきますからね、はい、ありがとうございます。あ、そうか、それとカムイエンタメとは別物なんか。そうそうそう、カムイとあのチームマテリアルは別会社なんで。なるほど、あ、ほんなら4社じゃん。そう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 、はい、そうです。すごいな、お前、なかなかないぞ、お前ありがとうございます。で、ちなみに山際ルナのお父さん役、この後ろに座ってるあの小坂部さんです。実は、はい、僕も出させていただきます、はい、よろしくお願いします。あのかすいません、関係者しかいませんここはい、っていう感じですね、はい、タイトルじゃあ最後言ってそれで終わってください、はいはい、タイトルは映画のタイトルは灯るです、はい、はい、灯るにはいろんな意味があるんですけども、はい、また映画見て感じていただきたい、これだなというふうに皆さん伝わったらいいなというふうに思うので、はい、よかったら見に来てください。はい、はい、ということで時間になりました。はい、ありがとうございました。まあまあまあ、あの本当にまずは出来上がるところまでをね、頑張んないとね、はい、何も言えないんですけどね、うん、ただあのある意味ねこれをねあのプレゼンでこの4月9日にじゃあ2日や2日に言ってるっていうのはものすごい自分に対してプレッシャーをかけてますからね、自分たちがね、はい、頑張って9月の、ドラゴン映画祭での、はい、俺たちが揉めないで、ウドラゴン映画祭で、かかるように頑張りたいと思いますね。はい、はい、はい、では、もう後ろでくる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 うるさいんで、やりたいと思います。はい、じゃあいきますね、はい。はい、このプレゼンありかなしか判定。はい、丸です。ありがとうございます。はい。はい、もうこれね、あの今多分あの罰が出たらおいっていう話になってるところなんですけど、はい、まあまあまあ、あのまあこれからです。まだまだ言ってもあの撮影もまだ始まってもないので、撮影撮り終わってまだね、いろいろ映画ってね、やらなきゃいけないこともたくさんありますし、まあまずは、準備段階からも彼女にも関わってもらってますから、どんな桜若菜が見れるのかをもう本当に楽しみにしておいていただければなと思いますね。はい、ます最後 P からね。はい、ですね、この映画、約30万から40万かけます。ね、それを金言うの言うの言いますよ。言うの目標ですから。オッケーオッケー。この30万、40万を解消しなければなりません。なので皆さん、見に来てください。お願いします。はい、ということで、桜若菜さんと、川本貴弘監督でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ次、あゆみ。はい。おはようございます。おはようございます。お店の情報です。はい、はい、4月の16日、17日、ちょっと先になるんですが、はいはいはい、4月17日、はい、マテリアル雑貨店、おまた、3回目になります、はい、行いますので、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、はい、10時から18時の時間帯で、はい、入場が無料となっておりますので、はい、ぜひぜひね、皆さんね、
いろんな雑貨が雑貨やいろんな雑貨 や, 雑貨や、うん、いろんな、ね、商品が、手作りの商品などいろいろ取り揃えて、はい、取り揃えておりますので、あかん、取り揃えどないしてん今日しんどい、はい、おいおい取り揃えておりますので、ぜひぜひね、はい、遊びに来てください、はい、お願いいたします、はい、そしてチームラッシュが、うん、4月4日、4日、4月4日にね、走りますので、ぜひぜひ皆さんお越しください。あさってです。あさってです。はい。はい。ぜひぜひお待ちしておりますので、お越しください。岡間の日です。岡間の日に、はい、走ります。はい、岡間走りで走ります。はい、はい、で14日がクリプトスタディ、仮想通貨のお勉強会もございますので、はい、ぜひぜひね、たくさんいろんなジャンルのイベントを開催しておりますので、はい。この間もね、プレゼンでね、していただいたそうです、はい、歩み祭りでね、意外にあの回割と数字が伸びててびっくりしてんけど、やっぱり持ってるんですかね。いや、俺何回も見てたんちゃう。なんかすごい、なんか いろんな、なんかあのデバイスで見たんじゃない。いや、私のファンが見てくれてるんですよ。すごかった、はい、ありがたいことに、はい、はい、ありがとうございます、はい、どんどん見てください。はい、ということで終わりです、はい、終わりね、はい、はい、ありがとうございました。はい、じゃあ高橋さん、はい、はい、おはようございます。シネマコミケーター高橋です。シネマ2のコーナーでございます、はい、4月2日ということで、はい、シネマ2ラスト2でございます。今日はね、違うところでいろんな、うん、いろんなところで話してて、うん、この配信ではしてない作品を引っ張ってきました。はい、で今日ね、映画の撮影の話なので、はい、私が撮影に参加した作品、おー出た、出た、ご紹介したいと思います。はいはいはい、はい、まずは1本はですね、はい、本は、はい、味噌のユニバルでございます。あー来た来た、はい、山下信弘監督の作品で、はい、2015年の日本映画ですね、はい、主演が渋谷すばるさん、元患者に ね、はい、そして二階堂ふみさんがね、はい、出てまして、まあ、記憶喪失の青年が急に歌い出して、はい、ちょっと記憶を戻った時にその二階堂ふみさんを知る女性と出会ってという話でね、はいはい、私が参加したのはですね、日本橋あたりのシーンで参加させていただきまして、すばるさんと二階堂ふみさんが勤めてるカラオケ屋の前を通り役だったんですね、はい、でも結局本編には映ってないということでございます。一緒にいた方は映ってましたけど、メイキングにも映ってない、ね、あらららら、残念ございます。これね、はい、まあ、いつも言うんですけど、山下監督って8月前で乙女座なんですね、うん、で、スバルさん、うん、一緒の誕生日ね、9月22日、ね、あ、そうなの、で、二階堂ふみさん、9月21日、おろろ、すごい、ね、ということでね、割合ね、これ乙女座4人が作った映画ってね、映ってへんのに。自分も乙女座に入れた、まあまあ乙女座やからね。そう、そんな感じの映画、ね、自分も入れて4人、はい、でも山下監督だ、この前にマイバックページっていうね、うん、妻夫木さんと松山健さん出たやつの撮影も行ってるんです。ははは、その時はじゃあ結構その時ファーストシーンでね、はい、参加させてもらったんですよね、映ってませんからね。山下監督映ってしてくださいよっていうことで、うん、はい、3回目の正直があるのか、3度目の正直野原監督ですよ、正直があるのかっていうことで、はいはいございます、はい、はい、だから映ってないねんけども、はい、これは映った、止めればわかるという、はい、ね、ルロの剣士の大友監督の、はい、秘密トップシークレットです、はいはい、これ画面上ではですね、うん、本人しかわからないです。でも DVD では止めていただくと、何分で30何分目かにですね、なんと、アリエルの生田斗真、おうおうで岡田将生、高橋宏樹、うん、スリーショット一瞬止めろなんですよ。30なんです。その会議、その脳のね、これ借りていっていい、ほんだら会員のやつがあって、なんとね、その甲子園大学、女子甲子園女子かな、はいはいはい、これ言うとめるで、撮ったんですよ、うん、隣にアリエルですアリエル作ったぐらい行ったと思う、真っ白岡田将生、やっぱり男前でしたね。で、まあ、大友監督ちょっと挨拶できたのが嬉しかった。でね、これ、まあ、この初回特典にはこのプレスが入ってて、はいはい、これパンフレットのね、はい、小さい版なんですけど、はい、実は映ってんの映ってるって言うてんやから、ここにおるんですけどね、一番端なん、一番端、これ付録やからめっちゃ小さいんだけど、パンフレットのやつはもっとでかいですよね、一番端このそこで止めてください、はい、ごめん俺老眼で見えへんわ
ここやそうです。ここやそうです。はい、でも、まあまあ、はい、思い出があってね、だからそのね、佐久さんも撮影ね、監督も撮影しますけど、やっぱり、はい、あの映画の撮影って大変やなっていうね。うん、大変ですよ。うん、この、まあ、ミスのユニバースは、だからもう、あの、大阪やから一般人が通る。うんでも人通りが少ないから止めない、はいはいはい、おばちゃんどうぞおっちゃんどうぞっていう感じでそっちの方が映ってるやつ、あのみそのユニバースのあるあたりの話ですよね。だからでも撮影したのは日本橋のあもうちょっとずれてるのそうあのオタクロードの一本湖っていう、うん、あなるほど市営住宅があるはい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 あの場合でございます、はい、これはまあこの甲子園大学でやったので、ねはいはい、他には売ってませんね、はいはい、ぜひとも、はい、シネマというで上がりませんけどこの秘密見ていただきますと、はい、そんなんで売ってますから、はい、30何分かで止めてください30何分で、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。はい、ではエンディングです。はいどうも、はい、ということで、走ってまいりましたが、はい、久しぶりどうでした川本さん。うん、何も緊張がなかった。今日はメインじゃないんで僕は。メインじゃないけどメインより喋ってたけどな。はいはい。さくらのどうでしたか。はい、すごい楽しかったです。うんうん。改めてもっと撮影頑張ろうっていう。そやな、頑張らなあかんな、俺ら頑張らなあかんな、一緒に頑張ろうな、はい、はい、よろしくお願いします。はい、そしてねお父さんですからね。そうですね。はい。はいまあ、ちょっとだけね打ち合わせも始めてるんですけど、はい、はい、いろいろね、何やろな、この役作っていくのって面白いよね、やっぱ ね考えてるとき面白い、一番面白いよね、うん、どういうこのそう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 、どういう、まあ、前後とか、ね、そう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 、なことどういう風な、うんうん、あの性格でとか、ね、どういうようなっていうのを考えてるときは、うんまあ、いろんなこと考えれるじゃないですか、うんうんまあ、こうでもなあでも、うんでそれでまあすり合わせていって、はいはい、あ違う方が持ってくれるとか、そう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 、その辺が面白い。だからそれをまあ現場当日までに、はい、まあどれだけ練り上げていくかっていうのが、ね、まあどれだけ収めれるかっていうところもまああのポイントにはなってくるんですけども、そうですね、はい、早くね他の出演者の方とね、そうですね、お話ししたいと、はいはい、やっぱねあのチーム戦なんで、はい、あのどういうふうにその役者さん同士が、それぞれのポジションをね、そうね、どう理解してかつその、関係性をねどう作ってるかっていうところが、はい、やっぱりすごく大きなポイントになると思うので、はいはい、そこをねこれから頑張ってやっていきたいと思ってますので皆さん期待しててください。お願いします。はい、ということで、来週ね、はい、ねちょっとすごい人が来ます。あ、はい、すごい人が来ます、降臨します。お降臨しますんで、まさかまさかっていう人が、はい、このスタジオに、降臨しますので、楽しみにしていてください。はい、はい、あえて誰とは言いません。はい、はい、なんかすごいもうなんかひょっとしたらこんなことやってるかもしれない、こんなことやってるわかんないですけど、はい、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。はい、はい、ということで今週はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。はい、さよなら。